東雲明人がフード付きの服を着てる確率を調べてみた。今現在明人くんがメインのカードは全部で54種類あり、その中でフードがあるかどうかを調べてみたところ、フードありが24種類、フードなしが30種類、そしてありのカードは6種類ありました。まあこれは関係ないっす。これだけだとフードありの方が少ないということになりますが、明人くん以外がメインのカードにも目を向けてみたところ、明人くんが写っているイラストが全部で23種類あり、そちらももちろん集計してみた結果、フードありが12種類、フードなしが11種類で、最終的な明人くんのフード率は 46.7% となっておりました。パーカーとかを着てるイメージが強いですが、意外と過半数には届かなかったですね。つまり結論、実はトウヤくんの方がフード率が高い。